こんにちは、旬代理メンバーの高橋鈴香です。本日はウィークの2限目ということで、今日はですね、この5月の動き方であったりとか、サマーインターンまでに、月ごとどういう風なイベントがあるのかなっていう動き方の授業を土井さんにしていただきたいと思います。土井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私は2012年に慶應義塾大学を卒業して、その後 P&G という会社と LVMH という会社でマーケティングを担当していました。その後ですね、書籍、確実内定などで、就活生をサポートしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。確実内定の本は URL にも概要欄にも貼ってあるので、そちらからもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、本日出演してくださる学生は、昨日と同様、まず須坂くんですね。で、もう一人は新規メンバーということで、オンラインでの参加になるんですけど、丸山くんという方に出演していただきます。それとも軽く自己紹介の方お願いします。はい、日本大学文理学部から参りました丸山と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、武蔵大学経済学部3年の須坂と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では早速始めていきたいと思います。5月から10月の就活のイベント、サマーインターンとかのイベントをちょっと深く知りたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、わかりました。まずですね、サマーインターンの期間はだいたい5月から10月ぐらいの期間で行われるということをざっくり知っておいていただきたいと思います。で、まず5月頃に募集が始まります。要はサマーインターンに応募できる期間が始まるということですね。会社によるんですけれども、だいたい5月から7月ぐらいまでは応募できる期間があります。で、応募の締め切りは会社によるので、締め切った会社順から選考が始まっていくことになります。この選考というのは大体の場合なんですけれども、エントリーシートと呼ばれる文章を提出するものと、筆記試験かウェブテスト、いわゆるお勉強系のテスト、そして面接を経て、行われるタイプと、全くですねテストがほとんど行われず、形式上エントリーすれば誰でも行けるタイプの2タイプに分かれています。スケジュール的には、専攻とインターンが大体集中するのが夏休みの期間です。企業さんも皆さんに時間ができるのはテストが終わった夏休み期間だということを知っているので、この期間に専攻が行われます。で、インターン自体も夏休みに行われることが多いです。で、一番早い人は実は8月頃に内定が出ますよそうです、インターン経由で内定が出ることも結構あるんです。じゃあインターン参加必須ですね。インターンさんが必須です、で、このインターンがですね、夏インターンという名前なんですけれども、言うて遅いと9月頃までやっていたりするので、だいたい5月から9月までが大きく夏インターンなんですが、結局ですね、9月から、10月にかけて今度秋インターンの募集が始まるので、夏インターン全落ちしてしまってもすぐ秋のインターンで取り返せるというシステムになっています。大変ですね、5月からもう駆け抜けるようにですね、サマーインターンが重要というお話を今いただきましたけれども、具体的にそのサマーインターンに向けて今から準備できることなどがあれば教えていただきたいです。実は、就活生が最も手を抜きやすいのってウェブテスト、あるいは筆記試験と呼ばれる、要はお勉強系です、だって一番面白くないからです。はい、で、内容なんですけれども、どんなものかお二人はご存知ですか？ SPI とか、あとは性格診断テストとか、実際に解いたこととか見たことはあまりないんですよね。ですよね、一番近いものは中学受験の質問です。でも逆に言えばレベルとしては中学受験ぐらいの、しかもそんな麻布高校とか開成高校のレベルのものではないので、みんなが訓練すればある程度解けるようになるようにできてます、なので実際にはですね、そこで対策をしてもらえると学歴ハンデを乗り越えられるっていうメリットがあるんですよ。そこで高い点を取ってれば東大生よりもむしろ取ってもらえる可能性が出てくる、というわけで、実は死ぬ気でウェブテストの対策をしてほしいんですけれども、いかんせん一番めんどくさいし地味だし、みんなに自慢できないしで、みんなが一番手を抜くところです。手を抜きますね、はい、だからこそ5月にまず何をすればいいですかと質問に対しては、いや5月いっぱい勉強してくださいっていうのが答えになっちゃいます。
ES 書くとかではなくウェブテストの勉強する。そうです、とにかく8割目指してほしい。 SPI で8割です。本当に私もサマーインターン去年経験したからなんですけど、ウェブテストの勉強何もせずに挑んだんですよね。何もせずに本番やって本当にガンガン落ちるので。あ、そうなんですか。ウェブテストで、この間先輩にインタビューした動画もあったんですけど、そこでもうウェブテストやらないともうガンガン落ちるよみたいな話があったので、本当に対策してほしいなって思うのと、ウェブテストの動画はこの後の講義でも SBI キリさんという方に出演していただいて、詳しく書き方だったりというのを紹介しているので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、先ほど SPI と言いましたけれども、もうちょっと詳しく言うと、ウェブテストは大まかにいろんな企業がいろんなタイプのテストを採用しているので、SPI だけが科目ではないです。その辺が大学受験と大きく違うところで、会社によってこの会社は SPI、 この会社は違う試験っていう形で、会社によってテスト形式が違います。ただ一番その中で採用されているシェアが大きいのが SPI になります。ちなみに皆さん最初にぶつかる壁ですけど、 SPI と SPI3 は全く同じものなので、生協とかでですね、参考書を探すときは、SPI3 のものを買っていただければと思います。ありがとうございます。はい、今その応募までにすべきことを聞いたんですけど、さっき選考型と選考なしに誰でも参加できるものがあるって話を聞いたんですけど、どちらに参加すべきなんですかね。両方できたら入ってほしいなと思うんですけど、どっちかしか選べないんだったら選考型に行ってほしいです。答えは簡単で、内定に即決するから。内定に即決するんですね。はい、選考型と呼ばれているものは、要は選考が行われて、で、絞り込んだ人間だけを呼ぶってことですよね。で、なんで絞り込むかって、そこには採用したい人を厳選したいという意図があるからです。なので、選考型であった方が基本的には自分が内定をこっそり出してもらえる可能性が高まります。で、なんで、誰でも参加できるものも行けたら行った方がいいかっていうと、行った記録は残るので、本選考の時に、結局この子は志望度が高いか低いかで比べられた時、サマーインターンに行ってた A さんとサマーインターンに行ってなかった B さんで能力一緒だったら A さんの方が採用されるからです。あともう一つ、企業が採用に関係ないとはっきり明言していたとしても、そんなものは企業は一個もやっていない。その嘘、からくりには気づいてほしいと思います。絶対本当に探した方がいいと思います。力を入れるべきは2つです。何回でも就活が再チャレンジできると思えば、むしろポジティブに捉えてほしいな